今回は一番くじの新エヴァンゲリオン劇場版 A ですね。こちらの8号機のフィギュアを開けていきたいと思います。メルカリで確か5、6000円したと思います。開けました。こんな感じです。やっぱでかいので迫力があります。作りもめっちゃ綺麗ですね。一番くじでその中でもクオリティは高いんじゃないですかね。こんな感じです。裏側はこんな感じです。地元でドンキしか販売する予定がなかったんですけども、実際に販売しなかったんですよね。なので買えなかったのでメルカリみたいなところで買っちゃいました。メルカリかヤフオクかちょっと忘れましたけど、意外と高かったですけども、やっぱ作りはすごい綺麗ですね。迫力あります。ちなみに大きさはこんな感じです。多いお茶よりもかなりでかいので大きさが分かっていただけると思います。これをどう飾るかがちょっと問題になってくるんですけども、クオリティ的にはすごい満足です。今回は、一番くじの新エヴァンゲリオン劇場版のですね A 賞ですね、8号機マリが乗ってる機械っていうところを開けてみました。ありがとうございます。テープはこんな感じですね。メルカリかなで一応新品未開封で買ってます。多分一番くじなので平気だと思ってます。開けると中にもテープがついてます。中のテープはこんな感じです。ちょっと見にくいですけども全体にテープがついてるような感じです。開けた様子がないので安心しました。随分前に買ったやつなので、評価はしてしまってるので騙されてなかったです。後ろはこんな感じです。台座のところもセロテープで留められてます。台座の袋もしっかり固定されていて、開けたら一発で分かるようになってます。